鴨川市立鴨川中学校は、千葉県鴨川市広場にある市立中学校。千葉県南では、唯一の全天候型の屋内陸上競技場を持ち、サッカー場、野球場も完備している。なお、プールは設置しておらず、市内の KCC スポーツクラブ内の屋内プールにて、水泳の授業を実施している。2006年に、学区内に開設された、 情勢国際大学観光学部など、ふとし海地区に所在する5大学との交流授業を実施している。2011年現在で、生徒数は512人で、安保地域最大規模の中学校である。2007年に、鴨川市学校適正規模検討委員会が市内の、小中学校の適正規模、適正配置について、審議を行った結果、旧 鴨川中学校が耐震基準に満たず、老朽化が激しいこと、鴨川に隣接し、市街地の中心にある現在地では、防災、安全上問題があること、恵美中学校の生徒数が著しく減少していることを踏まえて、鴨川市役所北部の敷地に新たに建設し、統合し、開校ということになった。自学、自立、 活力を三本柱として、新しい時代を自ら切り開き、たくましく生きるカモ中世の育成を、教育目標に掲げている。全校規制で授業を展開している。以下の通り。千葉県所属中学校土俵教育開発オンライン。2018年8月14日閲覧。学区の概要 PTA 広報誌。中学生のためにプールを無料開放学区の、 概要学区の概要、教職員数及び学級編成、生徒数、等身書学校用欄学区の概要。ありがとうございます。